区外聖典慶応元年6月14日は、幕末の江戸幕府旗本。旗本、区外正光の子。通称、神座呂。郎。神は、稲葉守る。川内守る。東東海守る。養水と合した。性室、京室とも、有馬なすみの娘。子に、区外正明、林忠方聖室。弟に、安政の大国の時京都町奉行だった。 小笠原長爪がいる。国高は五千五百国。文政十年、寄合家事、ば見回り、文政十三年、美景し役、天保六年、小普請組支配、天保七年、小将組番頭、天保九年、書院番頭、天保十二年、大番頭を歴任。安政二年、公部署総裁を兼ね、安政三年留水、留守安政五年、大目付となる。安政の大国ではご手掛け。 勘定奉行、池田来宝、目付人保長校として、初段に関与。安政七年小川御用取次に展示、同年起こった桜田門外の変では、吟味役を務めた。しかし吟味に不手際があったとされ、文久二年に宣告憲法の上、免職隠居となった。現時元年公部所奉行に復職し、翌慶応元年没収書領のうち宣告を、回復するも、 同年没した。医療は正明が継いだ。木村海修は聖典を、その身から代々にして、最初州に風邪質投票している。墓所は、東京都豊島区の白泉寺。小林歌儀に支持し和歌を学ぶ。菊池要塞とも交流があり、急防していた要塞に、その絵の才能を見込んで、資金援助したと言われる。聖歌堂文庫にある、アホーグルズなど3点は、 晴天の依頼で描かれた。ありがとうございます。